F-15EX 戦闘機がようやく到着しました。驚くべきは、計画から納品まで、その時間の短さでしょう。日本では、ありえないスピードで製造、納品が完了しています。では、この F-15EX 戦闘機を詳しく見ていきます。メリットは、部品調達やメンテナンスの部分で、今までの整備班を使えるところだろうし、最新鋭の装備品でまとった F-15 というところですかね。2021年2月に初飛行に成功したことが報じられていたアメリカ空軍向けのボーイング F-15EX 戦闘機だが、この3月11日に最初の機体がフロリダのエグリン空軍基地に収められた模様だ。この F-15EX 戦闘機は近年の第5世代戦闘機では F-35 ライトニング2に試乗を独占された感もあるボーイング社が戦闘機部門の生き残りをかけて送り出した 4.5 世代戦闘機だと言える。ただし、2020年7月にアメリカ空軍とボーイング社との間で締結された契約によれば、ひとまず8機の F-15EX 戦闘機が納入されることになっており、追加発注は確定したものではない状況だ。予算の確保と費用対効果を含む性能の有用性が認められれば、最大で合計144機とも言われる調達数になる見込みとも言われてはいるが、まだまだ予断は許されない段階とも言える。今回の F-15EX 戦闘機は、アメリカ空軍が既存で保有、運用中である F-15C-D 戦闘機を代替する目的で開発が行われたものであり、F-15 イーグルシリーズの集大成との呼び声も高い。少し古い情報で恐縮だが、アメリカ空軍は2012年時点で F-15C-D 戦闘機を合計249機保有しており、第5世代戦闘機の F-22 ラプターや F-35 ライトニング2の導入後も一定数が残されていた。当初はこれらの F-15C-D 戦闘機については近代化改修を施すことで運用の延長を目指す計画もあったが、改修に要するコストと F-15EX 戦闘機の新造を比較した結果、後者が選択されたとも言える。現在締結されているアメリカ空軍とボーイング社との F-15EX 戦闘機8機の契約金額は、総額でおよそ1300億円、1機あたりならばおよそ160億円に相当しており、決して安価とは言い難い。ただ、この金額には、8機の F-15EX 戦闘機の設計から始まり、各種のテストや、もろもろの初期費用も含んでいるため、一概に、1機の単価がおよそ160億円とは、言い切れない状態であることも事実だろう。F-15EX 戦闘機の特徴の一つに、アメリカ空軍からの兵装の充実の要求を受けて、実に最大で22発もの空対空巡航ミサイルを搭載可能という非常に重武装であることの実現が挙げられる。これは機体のステルス性能を考慮した F-22 ラプターや F-35 ライトニング2とは比較にならないほどの圧倒的な空対空兵装搭載量であり、アメリカの防空を担う戦闘機として
必須の要素と言えよう。また、F-15EX 戦闘機には OMS、オープンミッションシステムが実装されており、常時、これを最新の状態に保つことで昨今必須の友軍とのデータリンクを行い、共同交戦能力を実現する。F-15EX 戦闘機は、近年では珍しい複座形式を採用している機体だが、アメリカ空軍の運用案では、操縦者1名の搭乗を前提としており、特に複座がマストな要件というわけではなかったようである。さらに、F-16 ファイティングファルコン等と同様に、フライバイワイヤ方式を新たに導入し、高度なアビオニクス類や AESA レーダーを先進的なデジタルコクピットで操作可能となっている。アメリカ空軍の F-15EX 戦闘機の使用が日本でも注目を集めているのは、それが第5世代戦闘機がリリースされている状態にもかかわらず新規調達された戦闘機であることに加えて、次の点が大きい。それは、すなわち、今現在、航空自衛隊が保有し運用している F-15J イーグルに、施される予定の近代化改修が、この F-15EX の使用をベースとした内容になるのではないかとの期待が持たれている点だ。すでに、ボーイング社と F-15J イーグルのライセンス生産を実施した日本の三菱重工業も2020年7月にその近代化改修についての契約を取り交わしており、防衛省側も予算化を実施済みである。予算上では2020年度分としてまず F-15J イーグル2機分の改修費用として約390億円を確保しており、今現在、航空自衛隊が保有し運用している。F-15J イーグルの約半数、98機が、この対象となる予定だ。防衛省からは、F-15J イーグルの改修目的は、1スタンドオフミサイルの運用能力付与、2兵装量の増大、最新型電子戦システムの獲得の大きく3つを目指すものと説明している。これら3点を実現するための改修内容については、F-15EX 戦闘機の使用に準じるものであることが、ボーイング社自体からも示唆されており、これに先んじて、搭載レーダーの契約も結ばれている状況だ。この契約は、2019年10月に承認されているもので、レイセオンの手による、新型のレーダー、AN/APG-82V であり、F-15EX 戦闘機にも、搭載されるものと同型のものである。ただし、F-15EX 戦闘機に実装されたフライバイワイヤ方式の操作系は未採用で、従来と同様の電気式の操舵力強化の仕組みが踏襲されるものとの見方が大勢を占めている。そうは言っても、一番の注目は、やはりスタンドオフミサイルの運用能力付与であり、従来の迎撃戦闘機のくくりから対艦、対地打撃能力を備える機体へと進化すると言えるだろう。これは、従来の航空自衛隊では、F2 戦闘機が担ってきた分野だが、同期の2035年頃からの退役に向けて、その穴をカバーする戦力の一つとなることが確かだと言えそうだ。